近代一温泉駅は、岩手県二戸市近代一矢水無市にある、IGR 岩手銀河鉄道岩手銀河鉄道線の駅である。森岡方面からは当駅までが、IGR 岩手銀河鉄道の管轄であり、北隣の目時駅より、青森方面は青い森鉄道管轄となる。日本国有鉄道、東日本旅客鉄道時代は特急、初狩りの一部が停車していた。 単式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線、合計二面三線のホームを持つ地上駅である。互いのホームは古線橋で連絡している。ニ個駅管理の簡易委託駅。後県の乗車券のほか、補充券、入場券を発売している。JR 時代の鉄筋コンクリート平屋建て駅舎が、現在でも使用されているが JR から IGR へ移管する際、 窓口の改造工事を行い現在の窓口を設置した。駅舎には出発窓口がある。JR 時代には北岩手農業共同組合の ATM があったが2001年頃に撤去された。2010年12月4日から2011年7月31日まで6時半に当駅始発の北上行き列車が設定されていたが 翌8月1日から運行区間が岩手、沼区内発に見直され、その代替として6時25分に当駅始発の森岡駅臨時列車が設定された。なお、当駅未動間から森岡以南の区間を利用する場合は、岩手沼区内駅で向かいの列車に乗り換えるようにと案内している。その後、この列車は定期化された。2番線は当駅始発の森岡方面が使用する。 IGR 岩手銀河鉄道によると、2019年度の1日平均乗降人員は205人で、ある。近年の推移は以下の通りである。なお、2000年度から2002年度において、JR 東日本が算出した数値は、乗車人員のものとなっている。JR 東日本 IGR 岩手銀河鉄道、ありがとうございます。